次いつですか。はい、6月24日、北海道です。ちょっと僕の後輩たちも出してください。まあ、嬉しいに接してるんですよ。ディープの結果を受けて、いいパフォーマンスでも、結構強くなってきて、それ聞いてる。平井さんからも、出るところも増えてる。まあ、まあ、多分普通に導入したら、前の選手にはいると思う。分かんない。まあ、今年中にまた試合したいなっていう感じで、クレベルとやりたいですね、一番は。はい、でも次タイトル戦ですよね。もし鈴木選手が勝ったら鈴木選手とやりたいし、まあどっちにしてもクレベルとはもう一回やりたいですけど、